ここ親方様の、さっきまで病室にいたのに、あ、扉が、服もおかしな気分だ。現実離れしたことが起きているのに不安を感じていない。むしろ、隙のない力強い構えだ。これだけでわかる。やっぱり煉獄さんはとてもすごい人なんだと。わかりました。すべてをぶつけてこい。そう言っている。よろしくお願いします。全力で挑め。力を振り絞れ。今それを望んでいる。運に応えなきゃ男じゃない。いろいろと気になることがあるけど、そんなのは後だ。一切の無駄がない。それで力強い。いつも呼吸とは違う。でも立ち筋は流れるように綺麗だ。これが炎の呼吸。これが打ち合って、やっと分かってきた。煉獄さんがこうして俺の前に現れてくれた意味が。刀を合わせるたび響いてくる煉獄さんの言葉が、教えが。前を向け、皮を食いしばれ、心を燃やせ。わかっています。炎の呼吸、奥義、この方、火の神神楽。出し切った。全部全力を出して、刀を飛ばすだけで、やっと煉獄さん
やっぱりとてつもない強さだ。ありがとうございます。これ